熱い、泣きたい、遅いぞ。じゃあ、守護戦。脳頑張ったり、真相や、やんわってない、何が。とりあえず、カリメロ、うるさく、ラリってなって、ラリってねえ。酒飲んで頭痛いんだ、今。あれだと、酔ってんのかい？そう、やって酔ってます。たまいて。病んでるアピールじゃねえよ。カニさん、久々のニコナイス、オワコンワコツ。オワコンじゃねえや！ああ、リスカしたのか、リスカしました。脳頑張ったよ。ワコンじゃねえ！ワコンじゃねえ！ワコンじゃねえ！ワコンだ！ワコンじゃねえ！うつもうか、ディスられる準備できたかってないか。別にそれは振りにこは別にいつもそうじゃないですか。別に全然それがね、そういうキャッチボールじゃないですか。言っても。ジジイかワコンじゃねえの。元気、ワコンで、どっちだよ、ワコンじゃねえし。なんでリスカするのって何が。なんでリスカするのって、そう、世の中の社会が本当に。社会が僕のことをこういう風にさせるんですよ。社会が。なあ、お前らってリスカしてるだろうが。なあ、男でもさ、成人してるさ、36歳のさ、サラリーマンでもリスカしてるだろうが。また鬱の振りか。いや、鬱の振りって、いや、違う。今日は鬱なんだよ、本当に最近は。最近は鬱っぽいんだよ。ほんとガチで。ワコンじゃ酔っ払いすぎなって言う。違う、頭痛い。今酔っ払ってねえ。頭痛いんだよ。ああ、もう終わっていいよ。ニコ生初めて見た。知ってねえよ。ワコンじゃねえよ。振りにこもってやって。俺、そう、俺だからやってんじゃん。だからや、いや、まあ、俺でもね、3ヶ月ぶりだけどね。水飲めや。じゃあ、高円寺行こう。どういうことだよ！意味わかんねえよ。久々の振りにこう。俺多分ね、3ヶ月ぶりぐじゃん。3ヶ月ぶりのね、振りにこう。花王子、また暗闇からか。振りにこえ、ね、今日はやりだ、振りにこやってねえだろ。そうだから、いや、3ヶ月前やって、メンバー全員でね、ネットジェネレーションフェスセスとかなんかそういうので、やりましたね。お水飲んで。今来た部屋から、振りにこ久々、そう、久々だよ。個人でやるのは本当に5ヶ月ぶりぐらいじゃん。アゴと千葉銀なぜやら知らないよ！ビビってんだろ！お前ら叩か、お前ら叩くからさ、と、いや、千葉銀とかモノクは大丈夫だと思うよ。ただ、ミサコさんに対して叩くな！一生出てこなくなかんな、本当に、マジで。なんでメンバー配信しないのって何が。いや、ツイキャスでもしないか、アニミサコさんは。なんか知んないけど、まあ、忙しいんだろうけども、ニコ生でやんないのは、お前らが叩くから。モノくんとか千葉銀とかだったら別に全然ね、やると思うんだよ、ニコ生。やるとは思うんだけど、今逃げてますな。なぜ千葉がついたってどういうことよくわからん。叩いてない。千葉来てるかなってどういうことよくわかりません。ミサコをかばうな。かばうなって何が。いや、かばうよ。かばうに決まってんだろ。一生懸命ね、10年間一緒にやってきた中ですよ。本当に。ね、一生懸命、のごせ優しい。ねえ、カバーに決まってんだろ、ブス。ほんとによ。アイドル気取りでよ。ほんとに、ちょっとなんかニコ生でよ。なんか普通にさ、ねえ、お前、老けたなとかさ、肌劣化したなとかさ、そういうコメントがあったら、ほんとに落ち込んじゃうからな。ああ、マジで。のこは優しいよ。いや、だからお前らそういうコメント打つなよ、マジでよ。ミサゴを返せじゃねえ、バカ野郎。これは本当にね、ニコ生にね、ミサゴさんがいなくなったの、本当そういうことだ。正論なのに悪口言ったらどういうこと？お前が一番叩いてねえだろ、別にそんなもん。いや、のこさ優しい。落ち着いて、誰に、のこ大好き、もう10年か。ちょっとメット被ってんのか。被ってるわけねえだろ。キノコヘアなだけだ、今。お前が叩くなってどういうことだよ。いや、俺叩いてねえだろ、別に。俺、暗くない？いや、暗くないって、俺今、病んでんの。病んでるんだ、今は。そう。病んでなきゃ電気つけるよ、後で。フェイ、フェイ、フェイ。これ、うなちゃんまんのやつだろ。ビビってる。ピッチャービビってる。フェイ、フェイ、フェイ。暗いよ、部屋暗い。大丈夫。なんで病んでるのってね。なんで病んでるのって何が。なんで病んでるのって、逆に、じゃあなんで病んでないの、僕。じゃあなんで病んでないと思った、逆、僕が。ね。で、電気つけろ、骨格やな、死化キノコ。メンヘラって治るのか？治んねえよ、ずっと。ほんと、ずっと治んない、治んない。治んないままね、普通にね、生き続けるんじゃない。アベマの時終わった。アベマね、今、アベマがね、一番なんか強いみたいな感じありますよ、僕。アベマ配信者として。みんな闇やで、病んでないな。いや、言ったら別に君たちだって病んでるだろ、んなもんよ、こんなニコ中で。じゃあ、
ニコ生しか見てない連中でさ、行ったらさ、誰いる？ニコ生。さっきもさ、会員限定でも言ったけどさ、本当に横山緑のさ、クソ味とかさ、あとは誰いる？まあわかんねえけどさ、よっさんとかわけわかんねえ、なんか本当に気持ち悪いおっさん。あんなお前ら見てんだろ？ニコ中の奴らはさ、本当にさ、あんなん見たらリアムに決まってんだろ？お前らと病んでる決まってんだろ？あんなん見てる時点で。お前らってメンヘラなんだよ！ああいう配信を見てる時点で。お前らってメンヘラなんだよ！ああいう配信を見てる時点で。な？お前らって、横浜緑とか、よっさんとか、なんかよくわかんない。金杯でもそうなんだけど、ツイキャスで言ったらな。もうあんな一緒見てる時点でお前らもメンヘラなんだよ。なあ？あ、やめてくれって、見てねえわ、見てねえわって何が。もうみんな、だからなんなんだよって。だからなんだって、お前メンヘラっつってんだよ、バカ野郎てめえ。だからなんなんだよ、じゃねえよ。お前がメンヘラって言ってんだよ、お前はそれを見てるって、見てるってことはよ。なあ？のこさんしか見てない。ありがとうございます。ありがとうございます。のこさんしか見ないわ。メンヘラっしょの人はメンヘラです。ねえ、のこは正直やらない、ないが。残しか見ない。いや、ニコ生の配信者とか俺最近本当にその二つしか知らないけど。あとは、稲子さんとかね。ああ、おい、肩に見慣れて何が。あんな不倫野郎よ。どこが見習うんだよ、バカ野郎、お前。肩にとかや。エノンとかや、ベッキーは地獄の底まで追い詰めやがってよ。なあ。ありえねえだろ、あいつ。マジでさ、喧嘩しようか、言ってないが。大島キャスで、のこさんしかない。ちょ、コメント多いな。ゲスの神曲かっけ。何神曲だよ。かっけよ。よくわかんねえや。神曲なんて曲ねえだろ、お前や。ニコ生ほんとのこさんしか見てない。ニコ生、いや、まあ、そうでしょ。だって他に見るもん。何があるんだよ、俺ほんとにさ。ニコニコ、キレのこ好きってないよ。決まって、切れてるわけじゃないんだよ、俺だって。今ちょっと病んでるんだよ。米多すぎ。病んでる。いや、別にね、普通に米流れるの早すぎってあるけど、今んとこ立ち見出てません、僕ね。はい。のこの配信だけだよ。ゲノンしね、サビじゃなくて、エノピョン。なんで切れてんのじゃなくて、切れてるんじゃなくて、情緒不安定なの。情緒不安定なんだ、僕は今。ねえ、わかるでしょ？振りにこもってやれ。だから、振りにこもっと俺やりたいって言ってんだけど、メンバーにもさ。ちょっとなんかねえ、本当にねえ、乗らねえんだよ。なんか乗らねえんだよ、なんか奴ら。ツイキャスの方に行っちゃった、千葉銀とか。そう、モノくんだけだよ、ほんとに。やるとしたら。モノくんだけ。のこ悩み何って何が？悩みなんかいっぱいあるバカ野郎、ほんと、葛藤。葛藤、ほんとに。その君たちの話です。葛藤。人生もほんとに、もう不景気だし、売れねえしよ、ほんとにや。マジで。まあ、売れないけど、俺は相変わらず天才的な曲を作ってるからさ。キャス気が仕上がって。いや、キャスもね、ちょっとね、まあ、確かにまあ、でもさ、キャスはさ、俺はさ、ぶっちゃけて言うとさ、キャスはキャスでさ、別にさ、やってる、なんでも配信はニコ生でもキャスでもやってるさえちゃ楽しいや。楽しいんだけど、俺は言ったら、ぶっちゃけて言ってニコ生が一番楽しいよ。だってさ、匿名でこうやってさ、打ててさ、やっぱニコ生のコメントって面白いからさ、ね、レベル96か、下がったな、もう逆じゃねえじゃねえかよ。もうどんどん下がってんってんじゃん。残って多重人格、なんでニコ生やってんのって何が？なんでニコ生やってんのって何が？なんでニコ生やっちゃいけないの？お前バカなの？ねえ。なんでニコ生やっちゃいけないんだよ。なあ。俺は、ニコニコ運営に500円払ってんだ、この野郎。なあ。じゃやっていいだろ。お前バカじゃねえか、この野郎。ほんと、ニコニコって何？ほんと。まあなんか、30代以上、40代以上の老害が増えたっていうのは、なんかリスナーに増えたっていうのは聞くんだけど、そこまで嘲笑になっちまったのか、てめえら。アルツハイマーか。アルツハイマーか、お前ら。おい。払ってるよ、俺。言ったら俺は本当に1500円払ってんだよ、お前。他のアカウントでも俺なんかさ、バンされた？ニコ生で過去にさ、3年前とかにバンされたやつとかさ、残ってるからさ、それ解約してねえからさ、ニコニコで月1500円払ってんだよ、俺。ノコモループ。はい、老害です。いや、老害だよな、お前な、本当にな。お前、本当にさ、新しいさ、本当にさ、なんかそういうさ、なんか新しい、なんか開拓しなよ。マジで。前に向かっていけよ、本当いつまでも開雇中でよ。なあ。
うわ、払いすぎや。俺1500円払ってんだよ。眠いのって何が？眠くねえよ。頭痛いんだよ。それ昔の20代の老害、どういうこと？のこも30やぞって、僕32歳ですからね、もうすぐ。今日のこ好き面白いということ何言ってんの？僕だってニコ生ではこんな感じで、ニコ生では本音を言い合えるからね。ニコ生は。ニコ生は君たちも本音言っていいし、僕も本音言うから。やっぱニコ生っていうのはやっぱそこら辺がクラップ。だからこそコメントが面白いから。そうそうそう。あなた金持ち。バンされたのは解約しよう。自分のチャンネルに払えばいいじゃん。どういうこと？正規は楽しい。やっぱりニコ生だろう。まあまあ、おろおろしてしまう。もっと本音言えよってどういうこと？何をもっと本音って何が具体的に主語言えよ、てめえ。1040円払って、ありがとうございます。ありがとうございます。いや別にさ、俺のフリーニコニコなんてさ、もう今さ、アリーナ、アリーナ、アリーナばっかなんだよ。立ち見出てねえんだよ。立ち見出てねえからさ、本当にさ、ずっとこれ緑、ピンクのやつアリーナなんだけどさ、アリーナしかいない。立ち見出てねえんだよ、別にいいよ。いいよ、別に。もう、普通のプレミアム会員はやめて、俺のチャンネルだけ入っときゃ。人気ねえな、オワコンですね。オワコンじゃねえよ！オワコンじゃないや！オワコンじゃないや！ツイキャスは甘え。仮想配信やんけ。いや、久々だからな、僕もね。僕も久々だからだよ、やっぱり。ちょっと忘れられてんだよ。いやいや、マジマジ。忘れられてるんだよ。のこずっと見てるよ、週末だもん。プレミアム、TSO。そうだよ、今日はでもね、色コメもいないしな。いやいや、色コメね、色コメ打ってください。オワコンでもいいじゃんって。よくねえや！オワコンじゃないわ、俺。ワオンじゃないよ、俺は。ね、マジで。ちょ、頭いって、ほんと。ワオンじゃねえよ。あの人は今、シリーズかって何が、ちげえって。何言ってんの？あの人は今シリーズだけど、これから振り子もたまにやっていきます。だけどさ、ちょ、電気つけないのか。ちょっと待って、ごめん。電気つけるな。水飲め。ちょっとに、み、そう、水飲むわ。ちょっと水飲むね。水飲む。のこ見るために、今日ニコニコインストールした。ありがとうございます。なんで広いんだ。いや、じゃあさっき会員限定で酒飲んだからさ。オワコン商法のこだです。声大丈夫か？いや、だから酒飲んで。いや、だけど、まあ、埼玉スイタリア、1万人の前で歌うからよ。1万人の前で。ちょっと水。俺、あと今日何も食ってねえんだよ。今日何も食ってねえんだよ、俺。マジで。そう。水。振りにこう和む。何が？良いイケメン。ちょ、待って、俺、ちょっと待って、水持ってきていい？ 俺、ほんと、ちょ、酔っ払ってるのもあるし。くっそ、パソコンおめえ。やっぱ、久々だからな。ちょっとな。よし、ちょっと水。牛丼食おう。ところなんか食べて、いや、だからさ、食べるものがさ、いや、ほんとにねえんだよ、俺の冷蔵庫の中。見てみろよ、バカ野郎。暗すぎ。何キロってわかんねえ。ほんと、45キロぐらいじゃない？知らんけど。見てみ。俺、デザートしかないからね。ほんとに、ホワイトエッグレア。しかもこれ、ホワイトエッグレア。しかもこれ、多分、2日前ぐらいに買ったやつだよ。納豆食べよう。まあ、納豆ね。納豆だけど、ご飯がねえんだよな。納豆だけど、ご飯がないんですよ。ご飯がないんですよ、ご飯が。砂糖のご飯が。ちょっと待って、水な。ちょっとエビアン。エビアン飲むぞ。エビアン。納豆だけでもうまいぞ。納豆だけ。配信終わった後に。ね、ぐっちゃ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 って食うか？ おい、お前はさ、いい加減しろよ。いい加減にしろよ、お前。おい、言っても31歳のおっさんがよ、なあ、配信終わった後よ、もう配信終わる時間になった頃には深夜1時ぐらいになると思うんだけどよ、深夜1時によ、ぐっちゃねっちゃねっちゃってさ、納豆をさ、食ってんだぜ、ほんとに。そんなに素晴らしいことさせんなよ。でもほんとないんだよね、何も食うもん。マジで。つまみ、銀歯復活してる。何が？銀歯復活してないよ。ちょっと待って、電気つけるわ。電気つけます。
ああ、電気つけるの嫌だな。ああ、俺電気つけるの嫌なんだよ。普段こうやってやっぱ闇の中で生きてますから、僕も。ね。闇の中で生きてますから、僕もね。はい。電気つきた。あ、やっちゃ。ああ。いやー、たまったもんじゃねえ、ほんとね。明るくなったね、納豆ね、ちゃいちゃい、よーしま。やめ、おま、おま、うん、ババトレーナー。電気大丈夫か？いや、だからさ、すげえもうほんと、あのさ、この電気がさ、もうすごい眩しくて。あ、俺もうだらなんだよ、最近。もう引きこもりで。仕事とか忙しいけど。ハゲ進行してね。いや、進行してるっしょ。それは当然。来年ぐらいになったらもっと進行してると思います。よう、輪島。わ、いや、わ、わ、ほんじゃないから。わ、ほんじゃないからね、言っても。マジで。やべえな、声。声やばすくね。声やべえな。あさってライブだぞ。声やべえな。じゃあ、待って。服かわいいです。眩しくない？ストレス。最近何してたって何が。最近何してたって何してるかって、普通にそんなもん、2ちゃん見るだけだよ。2ちゃん見て、メモって、ちょっと、ギターをね、普通ね、ね、ポロロロロロロ。もうこんな感じ、こんな感じですよ。こんな感じ。このポロ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 、うごらり。2ちゃんなんてやむだ。まあ、2ちゃんっつっても、入足しか見てないからさ、入足剣もいたしか。そうそう、2ちゃんとか何ジェとかさ、やっぱそこら辺のニュースをね、まあ見てるだけですよ。大島とか言うなってどういうこと？何が？僕大島ですよ。かわいい。いや、久々にこの場だよ。なんかさ、あるよ。死にたい。僕も死にたいです。ほんと、やめろ、ワコン。なんか言いたいことある？なんかほんとに。ね、久々にこの場だよ。ニコ玉に、もうほんとに、ね、やってきましたよ。やっぱりニコ玉といえば僕ですよね。やっぱ僕がいないとダメですよね。サラミあげる。もっとやってフリーニコ玉生きろ。これからかまっちゃんどうなんの？これからかまっちゃんはね、もうね、もう、来年に、1年後、2年後、ね、どんどん上がっていくっていう計画立ててから、まあ今はちょっとね、なんか確かにね、まあ、ちくらんなない、ありがとうございます。あのね、僕ね、今でこそ、言ってしまったら、あれなんですよ。ネット上ではワコンだよな。ネット上では完全にワコン。ネット上では夢見てろよ。いや、夢見てるよ。いや、そっちの仕事の方はね、別に1年後、2年後はいろいろあるんだけど、ネット上では本当にオワコン。あ、オワコン。オワコン。ガチのオワコン。オワコンだよ、お前は。いや、俺は終わってないよ。俺は音楽の才能があるから。じゃあ、神聖かまってちゃうわ、オワコン。神聖かまってちゃうわ、オワコン。もっとネットにいてよ。ガチで、マジで、オワコン。ね。いや、俺はそう思うよ。そうか。いや、そう言ってくれる人いるじゃん。やっぱさ、会の人でも何でもさ、ツイキャスでもさ、ニコ中のさ、人でもさ。俺はね、けどね、新生母ちゃんネット上ではオワコンだと思ってる。それは全然思うっしょ。オワコンの極み。な？本当に。オワコンじゃねえよ。いや、オワコンだってお前現実見ろよ。お前、新生母ちゃんお前全然お前ネット上でさ、潤ってねえだろ、お前や。な、ツイキャスでもさ、どこの配信サイトでもいいけどや。な、ミサコいつかやめねえや。やめるかもしんねえけど。あのな、言ったら、あれだよ、今な。俺がな、ちくらん7位だぜ。ワコンだろ、ちくらん7位とかや。ワコン、いくら曲作ってもワコン。ワコンの極み、更新してないから、どういうことだよ。あ、ミサコやめそうだよなってないか。どういうこと？それなんでお前がそんなこと知ってんの？なんでお前はそんなこと知ってんの？何を根拠にそんなこと言ってんの？有名だね、意外と。雑魚やんって何か。いや、雑魚で、だからオワコンだっつってんじゃん。オワコンだよ。ね、ツイキャスでもさ、閲覧人数800人とかさ、まあ、俺は1000人とか言ってるけどさ、まあ言ってもサポートメンバーつけりゃいけるとこまでいけるから、サポートメンバー それも、他のメンバー首にした、ファイヤードってしてることじゃん。なあ、ほんとによ。ああ、啓蒙抜けそうな。ライブハウス満帆って何が？満帆、満帆、満帆、満帆。
満パンだね。あ、満パンの時は満パン。満パンじゃない時は3人とか。ああ、クルリみたいになってどういうこと？クルリは別のアコンじゃなくね。でも最近キャスリスナー多いね。キャスリスナー多いねっていうか、まあな。どういうことなんだろう。まあまあ、それはわかんないけどね。ああ、それはよくわからんけど。ソールドアウトしてる。ああ、してる。してな、あるよ。ああ、弦楽器隊クビにしたのってどういうこと？してません。一般人に負け、どうすんの？やめたい言われたってどういうこと？やめたい言われたって、それは話は聞くよ。ああ、その誰だ、他のメンバーにしよう。いや、話は聞きますよ、僕はね、ちゃんとね。リーダーとして、東京ドームでライブしようよって何が。おい、さ、舐めてんのかよ、この野郎、ほんとに、おい。なあ、東京ドームでライブとかよ。舐めてんじゃねえぞ、この野郎。そんなさ、すぐできるわけねえだろ、んなもん、東京ドームでよ。まず、1、1、1ってさ、少しずつ階段を登ってくんだよ、んなもん。この曲大好きだって。そう。クリーパイプでミネッツさんみたいに何になんねえよ。なんねえよ、あんなやつみたいによ。なんねえよ、ミネタみたいによ。やめろや、あんなもん、銀杏とかや。本当に俺たちやんだからよ。ミネタさん好きだけどよ。な。仙台行くよ、東京ドームガラガラ。足り見えだろ、ガラガラって本当によ。東京ドームで本当にさ。ねえ、行ったらまあ2000人ぐらい来てくれると思うんだけどさ。あそこさ、10万人で？ワンオクより終わってないだろ。いや、ワンオク。僕、ワンオク大好きだから言うけど、ワンオクはどこが終わってんですか、あなた。じゃあって、お前ですよ。ワンオクどこが終わってんだよ、お前。ワンオク10万人ライブやったぞ、それこそ東京ドーム埋めるぐらいの。10万人ライブ、最近。おい、グレイかよ、おい。あ、ワンオク10万人、ワンオクかっこいいよな。完全にガラガラ5万くらいじゃね。六本木埋めることに六本木埋めることに集中しようって、六本木。六本木埋めることってどういうこと？六本木ってどういうことだよ。意味わかんない。六本木の嫌だよ。黒人とかなんかね。麻薬密売便とかなんかあんなね、いるところを埋めるって。意味がわかんない。ちょっとよくわからん。ワンオクは好きだよ、俺。ワンオク大好き。ワンオクガチガチで、ガチで僕は好き。ああ、消えた、消えろよ、お前。ああ、俺もね、そんなね、俺にそんな言われても響かねえから、俺だって女もんね、消えたいし死にてえよ。うん、死にたいって気分になってよ。なったことあんだよ、てめえ。消えたい。さっさと消えろ、お前。ってなるだけだな、こっちは言われてもや。なもんや。うん。消えないで、ほんとにや。ワンオクに入ればって何か入るわけねえだろ、あんなや。あんなクソば、あんなね、ほんとにや。ワンオクとかもういい。ワンオクとかもういいですから。ワンオクとかよ、コメント。もうワンオクちょっとやめても、ワンオクとかもうどうでもいいから。ワンオクとかどうでもいいから。ボーカル歌うな。そう。俺、ビーズが好きだから、そう。ビーズとワンオクって似てんじゃん。もう、ほんとに。そう。お前の消えたいとかどうでもいいよ。ほんとそうだよな。消えたいとかさ、そんなし、勝手に消えてるあんなもんや。なあ、ほんとにや。あの花はって何が？あの葉はって。全然前世。あの花はとかなんか意味わかんねえ。なんかさ、あのさ、今さ、よくわかんねえけどさ、なんか空気が読めないさ、コメントやめてください、ほんとに今。話の脈絡違うっしょ、今さ。似てねえよって、似てるだろ、ビーズとさ、ビーズの稲葉さんとさ、ワンオクのボーカルのなんか、たけしと稲葉さんのさ、あのさ、よくわかんねえ、あの感じ。似てるだろうがよ、アントニア。のこちゃんの歌がですよ。いやね、言うが、言う、何たかは怖そうだけどね。あ、た、さ、あ、さ、たかだ。たかだ。うん、たかって名前だ、アントニア。うん、たけしじゃねえよ。たかだ。ビートたけしちゃった、そうじゃ。たかな、たか、たかだよ。かなる。かなるだから、たかだよ、この野郎。たけし誰だよ、たけしは。たけし、ビートたけしだよ。かなる、たかの方だったよ。たかし。いや、たかな、たか。何話してんだよ、お前って何が。何話してんだろうな、俺な。俺今何話してんと、お前。なあ。違う、俺はな、けど、久々に振りにこ来て、何話してと思う、俺は今。なあ。酔ってだって、違う、酔ってない、もう。酔ってない、酔い冷めてきた。頭が痛い。何が話してんだ、俺はよ。なあ、何が話してんだ、俺よ。ほんと、教えろ。おい。お腹って、おかなちゃんってな、知らねえ。ビート。今日お酒飲んでますか？いや、飲んでたけど、もう抜けてきた。ちょっと、もう、ほんと、頭が痛いだけ。映画見ないの？見ねえよ。見る暇ねえ、ほんとにや。見る暇あったけど、ちょっと、ね、レッドタートルだけ見たいかなってだけかな。
知らねえよね。黙れ、メンヘラ。わかんない。何話したいんだ、俺はよ。ほんとにや。たけしは米読め。あ、米読んでるよ。結構読んでるよ、お前。俺言ってもさ、別にさ、たんまに、だから、横山緑の配信とか、ほんとたんまに、見てんだけど、あいつはほんとさ、まあ、もういつも言ってるけどさ、コメント読まねえよな、あのな、ゴミどもな。ほんとにさ、マジで、あのゴミども、ほんとに、ああ、雑魚な覆面クソ野郎。アントニア。お前らさ、ニコチューさ、だからさ、俺のさ、別にさ、新世界はちゃん好きじゃない奴も今にさ、いると思うんだけどさ、でもって横川緑とかさ、ニコチューさ、まあ横川緑とかヨッサンとかそこら辺見てると思うんだけどさ、最近のニコだって面白いな。なんかわかんねえんだけど、面白いな。そこら辺教えてよ。あの子はよく読むよな。俺ほど読む奴いねえや。ゴミはお前が雑魚。いや、俺のが雑魚なのはわかってますけど、ニコ生においては。面白くないよ。ね、面白くないよ。あんまり面白くない。いや、俺も見たけど、なんだあいつ。なんなのあいつは、本当にさ。ニコ生はオワコンだよ。つまらん、人気者だから。人気者だから、とりあえずみんながさ、とりあえずさ、なんかさ、なんかちょっととりあえず集まってるだけなんだろうな。さすが芸能人、ドーバー海峡横断しろ。そういうことをだからすればいいのにさ、なんかさ、横川みどりとかさ、あのさ、覆面ハゲ。な？覆面ハゲ。な？マジの子以外見たことない、ノエル。ノエルとかどっか行っちゃったじゃん。ノエルとか、あいつ、ね、お前らニコチューがさ、なんかさ、すごいさ、なんか叩きながらも、なんかよいしょよいしょしてたじゃん。結局あいつどっか行っちゃったじゃん。な、俺行ったろ？あいつすぐ消えるって。な、ああ、ノエル配信してるってないわ、どこで？ノエルキャスしてんだ。あ、逃げちゃったんだ、ニコ生から。ノエルキャスやだ、ニコ生から逃げちゃったんだ。ニコ生でやると多分、なんか、ブルっちゃってコメントに。ね、叩かれんのが怖いから。ね。叩かれんのは怖いから、ブルっちゃって、ツイキャスに逃げちゃったんだ。ね。まあ、ノエル君も今いくつか死んねえけど、まあ、18歳ぐらいでしょ、もう、ほんとに。ね。いやいや、18歳ぐらいになってくると人間性変わるからな。ほんとに、お前も帰れ。今日一郎、ノコノエル好きなんて別に好きじゃねえよ。なんで俺好きなんだよ。好きなわけねえだろ、別に。好きでも嫌いでも興味ねえよ。ふわっちとか。なんなんだか一体ほんとに。ああ、時代はあゆめ700さとやめてください。あれは良くないぞ。あれは良くないぞ。ほんとに。あゆめ知ってるよ。知ってるよな、もうだから俺入足見てるっつってんだろ。なあ、俺入足見てるっつってんだろ。何でも知ってる。お前が知ってることは大体俺は知ってるから。うん、お前らが知ってることは、もう大体俺は知ってるから。なめんなよ、俺のインターネット。あの、状況力。なめんなよ。ノコモチャ、あれはガチ。お前はおっさん、ノエルは若い。別に、そんなこと別に関係なくない？うん、関係なくない？別に、あいつ何も才能ねえじゃん。才能ねえじゃん。うん。700ってどんな人は別にしなくていいよ。うん、あれは本当にね、なんかね、障害者みたいな人を、なんかね、なんかね、あのみんなでね、バカにしてるみたいな感じですよ。あれは見ててなんかね、僕はちょっと、見たことあるんですけど、動画ね。その、あいうえおさ、700さんのやつね。そうそうそう。あれはよくねえや。ああいう、なんかね、障害者っぽい人をバカにすんのは。うん。そんなんだから、まあね、ノコは天才、ゲーム配信しようぜ。ゲーム配信しようぜって、お前らそうやってさ、たまに言うけどさ、俺はゲーム配信した瞬間にやめろってコメントするだろ、んなもんよ。わかってんだよ、そんなもんよ。うん、一日何時間ネット見てる？ 30 分。うん、30分。これはガチですよ。僕別にそんな見てないですよ。これほんと曲作りとかほんといろいろあるから。うん、まあ、30分1時間ぐらいかな。1時間30分ぐらいかな。うん、ね、1日ね。30分。30分1、まあ、1時間。1時間。1時間。1時間ぐらい。ほんとにニュース、いやほんとにマジまとめサイトとか含めて。マジ。これほんとだよ。ほんと、キヨにコビ打っとけ、バンドマンつながり多いぞ。あ、キヨさん僕はね、ツイッターフォローされてますからね。あ、別に、キヨさん別にね、わかんないけど。嘘つけ、嘘じゃねえよ。嘘じゃねえよ。8時間くらい見てるわけねえだろ、お前。それ、お前、ブーン。お前、完全にブーメランだろ、お前、完全によ、そんなもんよ。てめえ、お前と一緒にすんな。8時間とか。それ、昔は8時間とか見てたよ、俺は。な、10代の頃とかさ、20代前半の頃は、見てたよ。今はほんと仕事とかあるんだって、ほんとに。見てる暇ねえんだよ。曲作りとかさ、
今回の大森聖子ちゃんとそのさ、非国民的ヒーローのやつとかもさ、まあその他もさ、仕事さ、いろいろあんだけどさ、いろいろあんだけどさ、見てる暇がねえんだよ。本当に。マジで仕事が本当にあってよ。花の取れ、そんなの見たら疲れる。またまたニート、大山田が、いやいや、役中とは絡みません。はい。曲の出来はどうよ。いやー、ば、いい感じだね、曲の出来は。曲の出来は結構なかなかいい感じですよ。家にいるとき何してる？だから曲作ってるって言ってんだろ、なもん。曲作るか、会員限定のブロマガとか、そう、ブロマガやったりとか、そう、あとは、そう、にちゃんとか、そう、トレーナーが役中言うなって何か。いや、まあ今は役中じゃないかもしんないけど。やっぱり忙しいと鬱になるな、マジか。ああ、お疲れなんちゅうやね。今はそれだけ。ずっと曲作り。いや、ずっと曲作りじゃなくて、普通に外の仕事とかもあるわけよ。外の仕事とか、テレビ出たりとか、ね、テレビ出たりとかさ、あるんだよ、俺は。いろいろと言えないことも。な、いろいろ言えないことあんで、まだ。まあ、そろそろ発表されるから、そういうのも。ああ、ずっと仕事してるだって何か当たり前だろ、俺が一番忙しいんだよ。ね言ったら他のメンバーより俺が忙しい、俺とミサコか。俺とミサコは一番忙しいんだよ。なあ。言ったらまあ、モノクも仕事してるから忙しいと思うけどよ。だから俺だって別に配信はさ、別に忙しくなきゃもうちょっと余裕持ってできるよ。ほんと、会員限定配信な。チアが転したりしたりするよ。モノクはずっとバイト？ずっとじゃないよ。ずっとでもないよ。ああ、嬉しい、こんばんは。一個教えて。教えねえよ。教えたじゃん。みんな見てるんだって！みんなね、ニコニコとかみんな見てるんだって。はい、ニコニコだろうが、ツイキャスだろうが、みんな見てるんだって、ほんとに。テレビ関係者見てるんだよ、ほんとに。千葉銀は、わからん。引っ越しで忙しいんだよ。千葉銀は暇なんかだから、引っ越しで忙しいんだよ、今や。引っ越しで忙しいに決まってんだろ。千葉銀何したんだよ。引っ越しだっつってんだろ。千葉銀引っ越しはなって、ちげえよ。だから今、千葉銀引っ越したんだよ、どっか。わけわかんねえとこに。そう。あ、ミサコさん、いたわろうって何が。よくわかんねえな。チャーギンめっちゃ金少なくて、基本何が不満溜まってるぞって何が。それは別にな、だってさ、そんなこと言われてもね、あなた。そんなこと言われてもあなただってさ、ゲームしてるじゃないですか。ね、ゲームで課金とかいっぱいしてるじゃないですか。ね。その課金してるさ、ね、ゲームをやめたらいいんじゃないですか。ね、そうやって言ってしまったら僕はチャーギンに対して言いたいのは。ね。そうしたらば、まだ浮くんじゃないですか。ね。僕今、正論言ってますよね。のこさんのお家の近くでしょ。ゲームそんなにしてんのって何が？そういう課金とかさ、批判って何が？ああ、それな、追加つまらん。それな、いや、本当に。いや、そうでしょ？千葉銀はマジガチのゲーマーだからな、本当に。ガチの、本当に。あれ、本当なんつうかもうね、お前らの中にも、正論、あのね、お前らの中にもね、言ったらね、ゲームやってるやついると思うんだけど、ちょっと、そういうやつね、お前らよりさ、ちょっとね、耳が痛たってなってきたらごめんね。はっきり言って、ゲームとか、だって他人が作ったものだよ。マジで。任天堂とか、ね。北野武の挑戦状だったら、ビートたけしが作った、ね。その手の、ね、手のひらの上でコロコロ踊らされてるんだよ。ね。千葉銀がパズドラやってるとしたら、そのパズドラ会社の、パズドラの社長さんに、お社長さんに、コロコロ踊らされてるの人生になっちゃうわけだよ。ゲームは俺全然全く知らない。のこゲーム大好きじゃねえよ。ゲーム大好きじゃねえよ、バカ野郎。ディスるのやめろしないが。いや、ディスりますよ、別に。僕ゲーム好きじゃありませんから。僕、ロールプレインゲームは昔、10代でやり尽くしたからいいな。そう。俺もそう、10代でやり尽くしたからいいや。僕も10代の頃はよくやったんですよ、ロールプレインゲーム。もうそれ10代の頃の話。それは10代の頃はクモトリガーとか、ね、ファイナルファンタジーとか、ね、なんか聖剣ファンタジーとかいろいろやってましたよ、僕は本当にね。ドラゴンファンタジーとかいろいろやってました。そういうものをやってみちゃいました。それは糧になりましたから、自分にとっては。はい。もう20代になってから一切ゲームやんねえからな、俺の、マジで。クロノトリガーとかな、本当に。のこちゃんの、のこの手のひらに転がされてる。聖剣ファンタジー、大人で当たり前だ、そんなもん。いや、けどこれ大人とはこの関係なくない？俺だって俺二十歳過ぎる前か、もう19歳ぐらいの頃から。いや、てか俺もう18、19の頃からもうゲームなんか興味なかったよ。はっきり言って。18歳の頃から。ポケゴーしたよ。だから、それはだから今のさ、要するにさ、ニーズ新しい最先端の、
あ、だから最先端を、だからさ、発掘するノコさんだから、僕は。だからそういった意味で、俺は、ポケゴはね、一応やろうかと思ったんだよ。でももうほんと、あんなもん、ほんと25秒で飽きたから。あんなもんは。元気や、だって元気じゃねえよ。今、鬱っぽいんだよ。これでも。何に興味あるのって何が？興味あるのって何が？何に興味あるのって自分を高めることだよ。言ったら、そのね、俺はチャンネル持ちだよ。ニコナニコチャンネル持ち。会員人数を増やすとか、あとは、もう、いい曲をもっと作るとか、もうそれだよ。それに尽きるよ。はっきり言って。そう。わかる。お前らやる気ある。言い訳すなってないが。の子、紫似合わない。紫じゃねえ。これピンクだよ。曲作ったでしょ。若い頃から。そう。流行りの最先端。そう。ナルシスト。ナルシストってなんで？意味わかんねえ。の子、さすがですね。でしょ？そうでしょ？普通に、さすが神。ね。いや、そりゃそうでしょ。ほんとにや。じゃ、サッカーずっとアリーナしかいないの。立ち見出てねえのか、今や。ちゃってちくらいもないなの、これ。ピンクならかっこいいじゃん。漫画読まないなってばね。漫画たまに読んだりするよ。漫画俺は久々に手塚治虫先生の火の鳥を見たいな。火の鳥を。いや、ガチで。久々に。火の鳥面白いよな。火の鳥すげえよな。今誰いんの？本当に。何これ？いや、横は緑いるじゃん。ちょっと待って、俺何なの、これ。俺ないな。ちょ、俺いねえじゃん。ちょ、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 よくは見ろ。ちょ、どういうこと？ちょ、あって、今コメント見えてません。今ないだよ。火の鳥いいよな。あれな、本当にな。未来編が好き。チクラン10位、あ、いた。チクラン10位、174人、立ち見出てません。ちょ、あって、一番上がモコさん。あ、モコさんはいいや。モコさんは、一番上、これね、モコさん。モコさん。モコさん俺好きだから。モコさんとうんこちゃん好きだから。2位が暗黒放送。ねえ、クソつまんねえやつやってんだろ、どうせや。んでもって、まあ、あとは知らん。あ、よっさんがいる。よっさんとか言うね、わけわかんねえ。クソつまんねえやろうだろ、こいつも。な。このよっさんとかやつの2個下か。こいつだけはちょっとさ、なんか抜かしてはない。このよっさんとかやつや、ほんとにや。ほんとに。10位じゃねえかよ。モコは好き。モコさん楽しいよね、普通に。オワコン、たまにチェックしてんのってないか。たまにや、たまに。いったらツイキャスの方も。オワコン証明されたな。証明、いや、言ってんじゃん。だからオワコンだって申請かまっちゃうわ。いや、全然やってねえもん、ニコ生。ほんとに。柴田は逮捕されるのってないが、知らねえよ。逮捕されちまえよ、あんなやつよ。柴田なんか逮捕されちまえ。逮捕されるような人間だろ、あいつ、もともとや。なあ、何か よくわかんねえけど。何逮捕されるの、柴田って。なんかしたの、あいつ。あいつなんか逮捕されちまえよ。ほんとにや。俺曲提供したけどよ、あいつ使ってんのかよ、あいつに対してよ、プロレスをさ、入場曲さ、あいつに対してさ、普通にさ、提供したけどさ、絶対使ってねえだろ、今、あいつや。おい。なあ。柴田は何？何これ？かけばく？かけば、かけ、な、な、な、よくわかんねえ。と、と、あ、賭博、賭博か。ギャンブルか。ギャンブル？賭博ってない、す、なんか、開示みたいなことやったん？賭博か、なんか、開示みたいなことやったん？何これ？柴田嫌い。意味ない。ひどいやつ。何？賭博？何？開示みたいなことやったん？なんか。で、な、それは逮捕される。何？闇スロ、え、あ、闇、え、え、ガチじゃん。闇スロとかガチじゃん。闇スロって結構やばいよ。結構テレビでもなんかなんかね、万引き G メンとかさ、なんかさ、そういうなんかさ、番組あんじゃん。そこでさ、なんかたまにさ、普通にね、普通にあ、なんか、なんかその闇スロとかさ、そういうの摘発されんじゃん。それやばくね？何それ。横山も絡んでる。何？何？横山、覆面ジジイも、何？覆面ジジイも普通にさ、前髪整えてありがとうございます。覆面ジジイも絡んでんの？いいじゃん。何？逮捕されんの？あいつも。何？結構逮捕されんの？嬉しそう。いや、嬉しそうだって。いや、柴田はまださ、まあ、柴田はね、まあ僕はね、まあ、言っても同期だから、ピアキャス同期だから、まだ、悪いこと言ったけど、横川緑は逮捕されてもらいたいな。あいつチャンネル持ってんじゃん。あいつチャンネルバンされてもらいたいな。あいつチャンネルバンされてもらいたいよね、みんなね、あいつな。マジで。
あいつしかもガキいんじゃん。あいつガキって嫁いてさ、チャンネルバンされたらさ、多分終わるんじゃねえの、人生。ああ、マジで。ああ。逮捕してもらいたいって人の不幸なんだよ。人好きだな。いや、人の不幸好きだなって俺別にそんなに、だってニコニコなんてさ、そんなところじゃん。ニコニコなんてそんなところなんですよ。言ったら俺が横川みどりに今こう言ったじゃん。横川みどりだってあんなね、人に他人に対してべちゃべちゃ、俺に対しても陰口バンドとか、ありもしないことをさ、言ったんだよ、過去に。陰口バンドののこの野郎がやろうみたいな感じでさ、昔、もう本当の昔の話なんだけど。あいつは自業自得だよ。マジで。あいつは逮捕されてもらいたい、俺は。もう恨みがあるから。あとこれこれとか。あいつもそんなこと昔はあったから。逮捕されてもらいたい。事実やって事実じゃねえよ。べちゃべちゃ、ありの話だろうってないが。そう。絶対天罰降るよ。ねえ、絶対天罰、いや、今回逮捕されんの？横浜みどり。逮捕されてもらいたいな、マジで、ほんとに。まあ、柴田もね、同時に逮捕されちまえ。もう、めんどくせえから。めんどくせえから、ほんとの子だって何が。ミサゴツイ、キャスやるって、ミサゴツイキャスやるって言って何が。なんでツイキャスやんの？ニコ名前あれや！おい！ニコ名前あれや！おい！ミサコや！お前よ、ニコ名前あれや！これこれ見たらつまらん。若いファンがうぜえ。おや、ニコマンをやれよ、ミサコや、てめえ。おい、逃げてんじゃねえぞ、この野郎、お前。ババアになったとかさ、別にそんないいじゃん。ババアになったとかコメントはよ、別にそんなさ、俺なんてハゲハゲハゲとかさ、インコやろうとかさ、めちゃくちゃ言われてんだぞ、こっちはよ。なあ、ほんとによ、今ぐらいの人数だとあんまり言われてねえけどよ。まあまあ、普段言われてんだよ、なもん。それでもさ、そんな別にいいじゃん、そんなんでもよ。愛じゃねえか、そのタイピングしてもらってるだけでもありがたいと思えや、名前や。なあ、今、ノコやってるやんって何が？ノコやってるやんってどういうこと？今、僕はニコの前、あ、そうやってるか。あ、そっか、俺がやってるから、ミサコはできないってことか。お前も怒るやんって何が？怒るやんって何？怒るやんって何が？怒るやんって僕は何が？怒るやん。俺も、ネコは偉いって何が？ミサコマジで凹んでるんだって。マジだよ。お前マジで凹んでよ。あのね、コメントで凹んでなかったら、ニコ生やってるんだっつーの。な、ちょっとは。な なあ。マジで。なあ、ほんとに。アイドルだぞ。そう。アイドルだぞ。スカイプなんか俺入れてねえよ。ミサコさん好きって何が？ミサコさん大好きだよ。大好き。大好き。大好き、大好き。怒んないのって何が？なんでミサコって何が？ミサコうぜえなって、いや、うぜえなとかって、それは違うじゃん。違う、ミサコさんに、いや、別にさ、ニコ生でたまにはやれよ、ニコ中でもさ、ツイキャスを見ないさ、ニコ中でもさ、待ってるやついるんだからさ、そんなんさ、ね。ツイキャスをニコ生な、ツイキャスなんか見ねえよっていうニコ中がさ、ミサコを待ってんだからさ、そう。そう、ね、ミサコの、ニコ中のさ、ミサコリスナーがさ、待ってんだから。カリメロ可愛いな、あ、可愛い。何か、俺の方が大好き。あ、待ってよ、ノコ老けたな。ありがとうございます。ミサコの配信面白いぞって何が。面白いぞって、面白いって。面白いんだったら、なおさらだからニコ生でやるよって話じゃん。ニコ生だったらもっとドッカーって面白いだろうな、もうツイキャスでやるよりよ。な。そうだろ？キャスでも300ぐらいしか来ないぞって何が？誰がや、誰がや。僕は1000人とか来ますよ。あ、ミサコさんとかっていう話？だから、別にさ、そのニコ生でやったらポッカーンって、ツイキャスでやるから300人なんだよ。な？ニコ生でやったら、ほんとに立ち見 B とか出るから、ミサコさん。アホか、ミサコさんいい人、唾吹けよ。ミサコって知事でかいって何か、そんなもん、どっか X ビデオでの、乗ってるだろ。泡吹いてカラオケ配信しないの。ね、最近ね、フリニコの方でね、バンドスタジオ配信ね、なんかね、そう、俺からもう行ってない。もうなんかムカつくから。俺から行ってないんだよね。だからじゃあ、フリニコでやるじゃん。だからさ、バンドスタジオ配信って。俺から行ってない、もうムカつくから。なんかもう、こいつらもうやる気ねえんだろうなって感じ。こいつはもうやる気、もうニコ生もいいんだろうなって感じだからもう、だからツイキャスとか、キャスの方が来るだろうってないから、そう、キャスの方でやってんじゃん。バンスター配信。
そう、だからニコ生はこいつらもういいんだろうなって思って。いや、いろいろ抱えてない。そう、言ってない。のこめめしい。何が？アベマの仕事儲かるのってない。金入ってないよ、俺。はっきり言って。金入ってないけど、別にアベマからね、しましたって人いるよ。バンスターもキャスなんかって、そっぱキャスでやってんのよ。そう、だから別に俺ニコ生でやり、別にやってもいいんだよ。全然。本当にフリニコで。ああ。マジで、コメントのさ、俺はさ、だからさ、ニコ生でさ、何回も何回も何回もさ、5年前から言ってる、これは。俺はね、ニコ生を何がいいかって、弾幕、職人さん、職人さんね、職人さん、俺の花ちゃんのさ、ここにさ、ここにさ、花ちゃんのやつとかさ、職人さんにさ、申し訳ないと思われるか！なあ、ニコ生を捨ててや、おい。うん、俺の会員限定配信ですら職人さんやってくれるんだぜ。うん、マジで。あれ職人さんはね、職人を持ってんのに、そう。うん、すべて千葉銀が悪い。そんなことないよ。そんなことない。それは、そこは別に誰のせいとか言わねえや。ああ、千葉銀が悪いかもしんないし、美佐子も悪いかもしんないしね。うん。まあ言ったら、まあ、確実に言えることはね、俺は悪くないってことだな。うん。職人だっけって何が、まあ、職人もそうだし、まあ、リスナーもそうだしさ。まあ、そう。職人も呆れず、職人はもういないよ。いや、だからわかんないじゃん、それまたさ。いや、けど、まあ、確かにわかんない。それもわかんないな。いなくなってるかもしんないな、もう本当に。もう新生かまってちゃんはな、もう本当に、ニコニコ生フリーニコニコやなくなっちゃったんだろうな、みたいな感じで職人さんいなくなったかもしんない。と思いきや、僕の会員限定配信の一人バンドスタジオ配信は、職人さんたまに出てきてくれるんだよ。うん。そう、僕のね、会員限定配信では。お前が全部悪い。それは言わないのって何が。言わねえよ。言ってねえよ、それまだ。うん。言ってねえよ。ここまで言うとなんかもうね、俺もね、優しくなっちゃったんだよね。俺優しくなっちゃったんだよね、そこらへん。うん。なんか優しくなっちゃったんだよ。モノ君みたい。モノ君はやってくれると思うよ。モノ君はニコニコ。うん。あいつはなんか引っ越してるから。そう、減ったかもな。親笑った。いるよね。ノコもフリニコやってねってなるが。だから、フリニコっつうか、俺はなんか会員限定とかね。まあけど、ツイキャスはちょっと減らしてるかもしんない。でもさ、もうさ、杖もういろいろ、ほんと俺はいろいろあんだよ、ほんとに、マジで。ああ、もうツイキャスもやんないといけねえしよ。フリニコもやんねえといけないし、会員限定、あと他その他仕事を作曲もしないといけない。俺がもうさ、すべて天才すぎるから、俺がすべてやんないといけない感じになってんだよ。言ったら千葉銀とか美佐子が今美佐子300人だろ？美佐子さんが300人しかもうんだよ。だから美佐子さんもさ、1000人とか2000人とかさ、閲覧人数さ、金杯みたいに集めてくれたら別に僕は、ツイキャスやんないよ。やんないよ。うん、ぶっちゃけて、マジで。うん。俺がさ、やるしかねえんだよ。300人。優しい、辛い。メンバー増やせば、増やしません。うん。モノ不倫されって言われた。モノ君不倫され、何さ、そんな情報初めてなんだけど、俺。ああ、いろいろだよ、ほんと。俺が全部抱えすぎてんだよ。俺が天才すぎるから。ね、俺のトークスキルしっかりさ、もうほんとに。万能ファン多いのに閲覧少ないのって、いや、あれわかんない。何なんだろうね、あれね。あれちょっとなんか、持ってんじゃねえの。あれは持ってんじゃんよ、実はな。持ってんじゃん。ファン、本当に多いの？ 持ってんじゃんよ、マジで。みんな頑張ってんだよって何が。頑張ってねえだろ、バカ野郎！みんな頑張ってるって、お前、よく、お前優しいな！優しいな、お前！頑張ってねえよ、お前！お前よ、頑張ってねえよ！言ったら俺自分だってそう思うよ。頑張ってねえって。まだ頑張ってねえって思うよ。頑張ってねえ、優しいな、お前。なあ、頑張ってねえよ。どこが頑張ってんだよ、本当に。頑張ってねえがんな、はっきり言って、そのな。まあ、仕事は頑張ってるかもしんない。仕事はな。仕事は頑張ってるかもしんないよ。ライブとかな。ライブとかそういうさ、なんか、ライ、ラ、まあ、ライ、ライブ、ライブ、ラ、まあ、ライブは仕事って言ったら、まあ、あれなんだけど、その仕事。まあ、ほんと、新生かまっちゃんの仕事とか、万文の仕事とか、それは頑張ってるかもしんない。インターネット上のことは、配信については、何も頑張ってないじゃないか。なあ、そうだろ？立ち見来ましたね。のこさん頑張らなくていいよ。僕はもう頑張りますよ。当たり前だろ。だからリスカするんだろうな。そうなんだよ。俺は一人で抱えく。そう、君ね、君いいコメント。それね、本当に。正規配信逃げるなじゃなくて、俺は別に、
俺は何言ってんの、逃げてんじゃなくて、俺は会員人数1000人に行きたいの。今867人ぐらいいるから、会員人数な、俺な。会員人数867人だ。だから、1000人目指したいの。うん。だから俺なりにそっちも頑張りたいし、ね。俺は頑張りたい。もっといろいろと。あ、ミサオかぶせてくんなよ。今キャス始めたら、ノコはあと100倍頑張って。だからリスカするのって言わ、いや、ワンナあるかもしれない。俺いろいろ抱え込みすぎてね。まあ俺は躁鬱病ってのもあるから。ね、人格障害とかね。人格障害とか、ね、本当にね。まあアルツハイマーとかいろいろあるからさ。減ってないリスカマジ気持ち悪い。とりあえず目標立てて、この一周を頑張れよって何言ってんだ、てめえに言われたくねえよ、ね、やろ、本当にや。お前このか、こんなくだらねえ配信見てるお前にや。誰がくだらねえ配信だよ、ね、やれ。おい、久々の、のこさんの、久々の振りにこだろ。誰がくだらねえ配信だよ、ね、やろ。なあ、全然くだらなくねえよ。俺、結構ほんと5ヶ月ぶりぐらいやわんな、ほんとに。一人で。うん、人格障害の子。おわこおじさん、大島。いや、結構ね、まあ久々だから、これ結構なんかわかんないな。まあ、そんな荒れてねえな、今日コメントな。うん、いや、のくだらなくていいよ。アルツハイマーなの、のこさん、キレッキレじゃないよ。いや、結構だから、結構なんか僕はさ、なんかさ、今ちょっと頭痛いんだけど、あのさ、普通にさ、なんかな、普通にな、ザ・サイシン、まあですか？ザ・サイシンは、まあもう、あのね、わかんない。いつあるかわかりません。ザ・サイシンは僕もね、わかりませんよ、本当に。僕もいつ死ぬか。のこさん、最後、健忘症だよね。まあ、健忘症あるかもしれません。正規配信が悪い。正規配信は悪いってどういうこと？よくわかんない。うん。ここぬるくないかってね、ぬるいよな。うん、ぬるい。いや、言ったら別に、俺のね、振り猫っていうのは、言ったらほぼお前ら会員だから、ね、言ったらほぼお前ら会員だから、言ったらまあ、ぬるいっちゃぬるいんだけど、まあ言ったら俺のさ、だからさ、あのさ、分母が少ねえじゃん、分母が。このさ、この枠。俺のニコ生、このニコ生枠。分母が少ねえじゃん。今、ちくらんないか知んねえけどさ、ちょっと待って、立ち見え出ましたけど、今、どんな感じですか？7位、158人立ち見え。158人立ち見えですよ。うん。言ったらもう、横浜緑とかさ、あのさ、なんかよくわかんない気持ち悪いおっさん、よっさんに負けてるっていうね、現状ですよ。7位。分母が少ねえからさ、まださ、これが分母が上がってきたら、もっとね、叩かれるようなコメント出てくると思うんだけどさ、深夜だからだろって、そんなことないっしょ。そんなことあんのかな？そんなことあるか？俺が夜9時とかに配信したらもうちょっとな、まあ確かにな、立ち見 C まで出てるか。キャスの方が人多いな。何が？キャスの方が人多いな。ということ、まあキャスはな、別にな、まあスマホで見れるからな。てかさ、普通にさ、俺さ、思うのはさ、俺さ、会員限定配信もさ、フリリコもそうなんだけどさ、あのさ、ニコニコはさ、ほんといい加減よ。スマホでやらせろよ、スマホで。な、ニコニコ運営さんよ。なあ、ニコニコ、なあ、運営ドワンゴ2万ゴ来い。なあ、ニコニコ運営ドワンゴ2万ゴ来い。なあ、延長します。ドワンゴ2万ゴ来い。ほんとによ、お前らや、ほんと携帯をさ、刺さってなかったな、ちょっと待って。携帯の方を、ほんとに、携帯の方をちゃんとね、スマホでもちゃんとね、対応していかないと、ほんとツイキャスに負けっぱなしだぞ。マジで。ね、アプリクソすぎる。振りにこはできるでしょって何が。いや、それでもアプリクソだろ、あれよ。アプリクソだろ、ほんとに。だから、もうちゃんとね、ほんとにね、ニコニコ運営さんには頑張ってもらえた、俺は。やっぱり。うん。俺はやっぱニコ民だから。やっぱニコニコ民だから、なんだかんだ言っても。うん。そう、ニコニコ民だから俺は、ね。大島どこの服だよってうるせえ。いや、夏のほんとクソってな、夏のさ、別にクソじゃありません。ね、僕そんなこと言ったらチャンネルバーされちゃうんで。ね、ほんとニコニコ民だからね、僕はね、やっぱね、なんだかんだニコニコ民として言わせてもらいますよ。じゃあもっとニコニコしろってな。ニコニコしろって俺はもともとだってあれだよ。ピア民だからな。ニコニコ民じゃねえから俺は。ピア民だから。ピア民。ピアミンだから、俺は。あ、大島もクソ、こびる。あ、もう一回ツイートしろって、どういうことだよ。もう一回ツイートしろって。何をツイートすんだよ。俺が何やってますよって。やってますよってツイートしても来ないだろ。なんか、うん。いや、ほんとね、さ、もういいよ。うん。ニコニコミン。
ピアカス。ピアミンだから僕は。ほんとに、もともとは。ね、ピアイ。ああ、来るよ。やっと柄が見えたね。ああ、ピアミンやな、ほんとに。ああ。やってます、ツイートねえもんな。やってるってツイートしたら増えるってな。やってるってツイートしてるだろ。のこのツイート見てる人いるのって何が？いる。いてください。いてください。はい。僕の言葉をね、大森聖子ちゃんに曲提供も、あ、これね、会員限定でさっき聞かせました。ね、あなたたちね、会員になってない人ね、いらっしゃると思いますけども。いや、本当にいい曲だ、いいメロディーだから、マジで。ツイートして宣伝して分かった。あ、してないのか。うん、してないのか、ちょっと待って、やるわ。これツイートした？ちょっと待って、ツイートしたよ。え、ツイートしてないの？俺。ちょっと頭が痛いから、ちょっとしてなかったのかな。聞きました。うん、タイムシフト見ないと。M ステいつ出んのってないわ。M ステ出ることが、何？あれなの？ああ、そうだね。M ステ出ることが、あれなのか？フォローしてねえわ。うん。いや、フォローしてねえっていうか、いや、だから、ニコニコ久々だから、普通に、お前ら、だからさ、普通に、俺のこと、新生かなっちゃんとか俺のこと好きじゃないやつも今さ、見てるだろ。うん、見てるだろ。我がニコニコは。うん。そう。普通にね、暗黒放送のさ、覆面ジジイのよ、なんかリスナーとかさ、そういう人もいる、なんかいたりすんだろ。あ、よかったで、M ステ出て。M まだ聞いてない。聖域入るわ。ありがとうございます。聖域入ってください。聖域はね、やっぱね、入った方がいいです、本当に。歌うまいと出れないよって何？歌うまくなってだろ、俺はよ。かなりうまくなってるからね、僕ね、歌は。本当に。マジで。うん。うん、歌は俺ほんとうまくなってきてると思うよ。前髪溶かして。お前は M 字ハゲな。いや、俺のことをさ、ハゲっていう人はさ、お前、本当に、やめてくれよ、仲間に入れんの。お前はハゲかもしんないけど、仲間に入れんのやめてくんないかな。俺は将来ハゲるよ、確かに。将来ね。将来僕はハゲますよ。40歳とかになったら。仲間に入れるの。なんかやめてもらえないかな。本当に。もう仲間だよ。いや、ちげえだ。俺どこがハゲてんだよ、お前。お前さ、俺のどこがハゲてんの？ちょっと待って。なあ。どこがハゲてんの？僕の。なあ。全然ハゲてないっしょ。おい。どこがハゲてんだよ、お前よ。これの。なあ。どこがハゲてんだよ。なあ。おい。カッパってお前。お前ほんとさ、自分がハゲたことによって頭とち狂ったのか。なあ。自分がハゲたことによって頭とち狂ったのかよ。なあ、キューティクル、前髪がやばい。まあ、前髪はな、おでっかな。まあ、おでこ別に見せてもいいよ。うん。おでこ別に全然見せてもいいよ。うん。全然別にそんな大したことねえだろ、こんなもんよ。うん。